すごいよ。ちっちゃ、これ口と言い表せないわ。こっち来たら捕まって。いくよ、うん、届かない、届かない。いくよ、はい。届かないって、届かないよ。いくよ。すごい、すごい。おはぎよし、おはぎよ。これさ、ゆりちゃんの上にアンパンマンいる、もしかして。帽子。ごめんごめん。帽子だよ。くまさんのね、兄弟のね、帽子、うん、かぶったゆりちゃんがね、滑り台でね、まだね、滑ってる途中のね、絵描いた。くまさんの兄弟の帽子。帽子をかぶったゆりちゃんが、うん、滑り台を滑っている途中の絵ね、うん、あ、この下の青いやつが滑り台か、うん、ユーリーも上手にこけてるね、うん、ゆうりってくそだったぞ。でもいい、わかるわかる、ユーリーってちゃんと読めてるよ。ユーリーの描く絵は面白いね、うん、とっても可愛いわ。こっち行ってみよう、こっち行ってみよう。なんか道があるね。めっちゃ見て、すごい広いとこあるよ。広っ。氷の下で水が動いてるね。土が出てきちゃった。こっち行ってもいいし、なんかこっちの奥も道が続いてるけど、真ん中行く？ OK、 行ってみようじゃん。ソリ置いてきちゃった、お家に。気がついたね。
しようよ。そうする？やろうよ。あ、いいね、それマフラー、いいじゃん。わ、あったかそうになったね。さあ、こんな風に富士山が見えるんだよ。雪でもね、晴れてたら見えるの。今はダメだね、曇ってる。しちゃったこの駐車場。いやー、富士山がちょっと一瞬だけだったけど、一瞬だけだったけどね、本当。今はもうまた隠れちゃったね。毎回思うけど、次はすごいいい天気、晴れてる時に来たいと思うね。ね、何だろう、いつも大体曇っちゃうよ ね, ね、曇るか雨か、ね、かなりの確率で。この道ってめっちゃ綺麗だね。昨日はすごく怖かったんだけど、ちょっと不気味だったかな、下っただけで全然もう雪なくなるね。出てる気そうか。えちゃん、首が伸びちゃう、伸びちゃう。あ、美味しそうだね。美味しそう。うわ、ゆうりちゃんのね、唐揚げめっちゃ美味しそう。ねえ、ちゃんの唐揚げも美味しそう。せーの、いただきます。いただきます。なんかさ、外食多いからさ、野菜不足になるじゃん。うん、めっちゃ嬉しい、このご飯。そうだね。だってすごくない？野菜いっぱい入ってない？うん。欲しいよね、唐揚げ。みんなのおかん、近くに欲しい。ちょっと私のおかんになってほしい。この後さ、うん、お茶でお茶しない？どういうことかな？お茶でお茶しない？そうか、静岡といえばお茶だもんね。そうだよ、静岡にいるんだよ。ちょっと行きたいお店あるから、うん、お茶でお茶しましょう。黄色を読む読むのラーメンスー。
畑が広がってる。すごいね。見て見えた、ゆり。あれ、お茶よ、お茶。あれ、下降りたらね、お茶？そう、お茶。私、まともに茶畑とか見たことないよね。ないわ。ちょこちょこいろんなところにある。あ、こっちもすごい広がってる。ここも茶畑だね。あ、すごい。今3時でしょ、ね、うん、さあ、1時行こう。大好き。どうする、しんちゃん、いる方する？うん、俺こっちするわ。そう、3分ぐらい入れなきゃいけないから。うん、じゃあ、行って行って。よしそう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 、頑張って。ゆりちゃんには、ゆりちゃん、いただきます。どうぞ。はい、美味しそうね。あ、お茶のいい香りがしてくる。あ、本当だ。ちょっと行っただけでも、うん、めっちゃ変わってくる ね。で、これが一番茶。一番茶、うん、一番旨味があるからゆっくり飲んでって。うん、すごいよ、なんかすごいよ。ちっちゃ、これ口と言い表せないわすごい。確か、ちょっと2番茶入れます。旨味しかなくない？旨味しかない。一滴残らず。香ばしくなったお茶、うん、全然違うの面白いね、うん、ここでお茶買って帰ると決めてるからさ、うん、どういうのにしようかなって、ちょっと後でお店の人と相談してみよう。そう、ちょっと雨が降ってきたから。そうだね。
この後さ、あの梅、うん、梅の花が綺麗な公園、うん、行こうと思ってたんだけど、時期的にもだいぶ見頃になってきたって書いてあったから、うん、でもちょっと雨降っとったらいけれんから、そうだね、ちょっと早いけど、うん、もうお風呂に行こうかな。あ、もうそうする？うん、で、ちょっとまあ早めにご飯食べ行こうかな、うん、そうしようか。うん、しょうがないよね。うん、未就学児ダメだったから。うん、そんなやっぱあるんだね。あるね。ちゃんと見とけばよかった。まいった、うん、一緒に行こう。ママとやもん。でね、引っ越しだけはパパがね、ヨリちゃんとね、ママに聞かせてよ。よかった。コンは赤ちゃんを待っていました。コンはおばあちゃんに赤ちゃんのおもりを頼まれて、砂丘町から来たのです。砂の山を登っていきました。やっとてっぺんまで登ると海が見えて波の音がしました。でも犬の姿はどこにも見えませんでした。気にしなかったらもういいじゃない。すごい晴れてる、すごい晴れてる。
いよ。へえ。やっと食べれた。ね。美味しかったんだけど。うまかったね。なんかもうさ、美味しいしさ、うん、なんかお店の人の雰囲気がめっちゃいいね。ねえ。子供に優しいし。うん。お腹も心も満腹ですわ。本当に。来てよかった。いや本当によかった。リベンジしてよかったね。うん。いやここ。また来たいね。来たいね。お腹いっぱいになったし、あとは寝るだけよ。ね。うん。ねえ、いつになったら歯磨きできるの？歯磨いてる？うん。そう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 。じゃあ、おやすみ。パパも。おやすみ。
次が明日朝ごはん食べに行こうよ。くる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 前髪もね、うん、前髪もね、ね、うん、こうしてこうして横に行く、うん、横にするな今日は、うんうん、完成、うん、まだはい、こっちもできた？パパに見せてあげて。可愛くなったね、うん、今日ふわふわだね髪の毛よいしょ、うん、可愛い今日も。でもね、またこうしたらまた変なんだよごめんごめんごめん、せっかく整えたのにね、うん、うん、この青空には
気持ちがすごい上がってるね。